はい、じゃあ13時半になりましたので、吉野俊明の街頭演説を始めさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。今日はだいぶ暖かくなってきて、日も長くなってきましたので、今日は応援弁士の方が3名来ていただいてますので、今日は張徳義さん、それから藤森明子さん、それから木戸沢子さんに来ていただいてますので、皆さんよろしくお願いします。拍手。じゃあ最初に張さんからお願いいたします。張さんは皆さん知ってますよね。あの張さんです。皆さんこんにちは、張と申します。僕を知らない方がいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をさせていただきます。僕は2020年ですね、流行り病が起こった時から吉野先生と YouTube 配信を始めました。そして、まあ、人生健康サロンというサロンを立ち上げて、今一緒に活動している、まあ、ビジネスパートナーでもあります。で、僕の出身っていうのは、もう日本国籍は取ってるんですけど、もともと在日韓国人3世です。なので、日本国籍ではなかったです。で、その中で、僕の中で政治っていうのがいつもクエスチョンだったんですね。なぜかというと、税金は払うんですけど、僕は参政権ないと。政治に参加できない。だから関係ないなと思ってました。ただ、僕が日本でずっと暮らしてて、皆さんとずっと関わってて、在日の教育で、やはり日本とアメリカに負けるなと、そういう形でずっと育ってきました。だから僕ら、もしかしたら皆さんが近くにいる在日の方が友達いるかもしれないですけど、ものすごくハングリー精神強いでしょ？めちゃめちゃ。で、僕もすごい強いんですよ。絶対に負けてたまるかと思いながら、ずっと歯食いしばって商売とかビジネスをずっとやってきました。ただそれって僕が日本社会に出た時に初めて気づきました。あ、ちょっと違うなと。自分が親とか先生とかに習ってきたことがちょっと違うなっていうのが分かってきたんです。それは日本社会に出て仕事で失敗したりとかで、いろんな人に助けられて、そして吉野先生と出会って、本当の歴史を知って、僕が分かってきたんですね。だから今皆さん今日集まって、そしてカメラの向こうのね、インターネットを繋がってる方たちもそうなんですけど、今日まで生きてきて人生で、誰も失敗したことがないとか、誰かに裏切られたことがないとか、そんな人いないんですよ。だからもう全然胸を張って、今から先、どうするかっていうのをみんなで話し合えたら、僕はいい世界が絶対できると思うんですよ。なぜかというと、僕は在日から日本に国籍して、国籍をチェンジして、そして日本のために何ができるか、僕の立場で何ができるか、いつもいつもいつも考えてます。そして吉野先生のビジネスパートナーとして、吉野先生に呼ばれて、今日こうやってマイクを握りしめて、皆さんの前に立って話しするっていう、そういう時代が来たなと思っています。で、時代っていうのはすごい変わってきます。僕のアイデンティティも徐々に変わってきたし、皆さんの活動からしてちょっと違うなとか、でもそこから変わってって、今皆さんここに集まってるじゃないですか。ここに集まったメンバー、そして見てくれてる視聴者の皆さんが繋がってから日本をもう一回取り戻すっていう活動をここからできれば、僕はめちゃめちゃいいなと思ってます。はい。そして皆さんが、僕もそうなんですけど、なぜ吉野先生を応援弁士として、僕吉野先生に今お話しするんですけど、なぜ吉野先生かっていうと、誰よりも失敗してるからです。僕ずっと隣にいて、誰よりも失敗して誰よりもチャレンジしてます。だって映画の主人公見てください。主人公ってどういう人ですか？誰よりも失敗する人でしょ。誰よりも問題を起こす人でしょ。ねえ。で、誰よりも困難を乗り越える人じゃないですか。そういうことを僕ずっと YouTube 配信とか横でずっと真横で見てるんですよ。で、皆さん多分気づかないと思うんですけど、吉野先生は本当に、裏表がない。そして、ブレないです。安気に流れないです。まあ、いろいろね、アンチの方とかいろいろ意見なんで全然言ってもいいんですけど、僕は隣で見てて思うのは、吉野先生は一切ブレてないです。はい。言ってることも、やってることもずっと一緒です。僕出会った時から。そして、ブレてるのは実は、文句を言ってる人じゃないですかって僕は聞きたいですね。本当に。はい。ありがとうございます。
ただ継続して失敗をチャレンジにして、そして軸をぶらさずずっとまっすぐ行く人、そこに皆さん魅力を感じてついてって信じて行ってるんじゃないですかね。で、僕は本当にまあ自分が信じたこともずっとあったんですけど、吉野先生と出会ってその考えがどん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 本当にすごい研磨されてきました。余計なものがなくて。なのでこの言葉っていうものを武器に、まだまだ気づいてない人に、ちょっと言葉語弊あるかもしれないですけど、刺していきたいですね。どんどんみんな届けたいじゃないですか、しっかり。はい。だから今日集まったメンバーは僕が繋がったメンバーで仲間だと思ってますし、ご意見っていうのは全然反対意見でも言ってください。なぜかというと、トップが、暴走しがちです。これは。はい。必ず、ナンバー2とか近くの人が、やっぱり吉野先生それ違うんじゃないですかって皆さんが言っていただければ、それは絶対に改善することです。僕もそう思ってますので。なので遠慮なく、皆さん今日来ていただいたメンバー、そして僕もビジネスパートナーとして吉野先生にしっかり伝えて、この日本を皆さんで取り戻していきましょう。で、僕のお話はこれぐらいにするので、皆さんご清聴ありがとうございました。吉野先生ありがとうございます。